世界初の話題です九州大学発のベンチャー企業が実用化した線虫を使ったがん検査が広がりを見せていますこちらの検査キットがお客様の手元に届きます利用者は箱から検査キットを取り出し少量の尿を提出しますがん細胞が尿に含まれているかを体長1ミリの線虫が確かめがんの有無を判定します およそ1か月かかりますが早期のがんを含め判定の精度は85%を超えます利用者は尿を採取するだけ痛みもなく検査料金も1回1万2500円と比較的安く設定されています広津バイオサイエンスはきょう北九州市に県内2か所目の検査窓口を開設 今週土曜日までに九州全県に窓口を設置する予定です。